お願いします。これ何してるんですか。え、今、はい、壊してます。豊さんもバイク壊して壊せんのやめてや。しょっぱなから怖いわ。何してるんですか。言うとこやりますよ。はい、よいしょ。これ24ミリ？うん。リア外してるんですね。アクセルシャフト折れた。やめてや。あ、やばい。舐めたかもしれない。そう。とうとうね、これよいしょ。グラデーション、グラデーションからの、ああ、このなんちゃってグラデーション、ね、なんちゃってね。大体の方がこれ、大体の方がこれ塗られたんですかって言うんですけど、いや、これ塗ったんじゃなくて、ほんまに普通の日焼け、ね、マフラーはあれですか、持っとった方がいいですか、それともマフラー取んないとあれだよね。そうですね、どっちみちそれ交換するんで、しかも今日あれでしょ、34度ぐらいあるんでしょ。マジで、はい、そんな暑いの。オーバーする。34度オーバーの日にね、スイングアーム交換っていうね、まあまあ過激な。これ14か。暑い時に暑いことするっていうね。これ13じゃん。ちょっと13ってあんの、紅葉用なあれ。そうです、そうです。あ、それ長いのなかったんですよ。っていうかね、それね、裏も止まってるから裏も押さえなあかんのですよ。ああ、なるほどね。はい、すいません。あ、はいはい。これ僕カメラ回してる場合ちゃうよね。手伝わなあかんよね。え、カメラ回ってんの。回ってるっすよ。このスイングアームってほんまにあの、そこの何、この長いやつほんまないもんね。そう、長いやつって、うん、レイさんあれやったら根元をあれちゃうんですか。あっち向こうは先外して、あ、そっか、ここまでとりあえず緩ましといて、そう、こっち俺持っとくっすわ。こっち外してもらったら、あ、そっか、これ12だよね。12ですね。フランジ外して、いうかマフラー外しちゃうってことさ。そうなんだよね。あれだわ。よっしゃ。よっ。なんかあのフレキシブルとかって持ってんすか。え、フレキシブルは多分あると思う。あ、まあ、フレキシブル間にかましたり結構あれです。ああ、そうだね。そしたら首振るよね。そうそうそう、自分のやつはそれつけてる。もっとレンズどうしような、つけてる。これだけ抜いていい？いいっすよ。これなんかゴミみたいなのが入ってるけど。なんやろうね。これ何？あ、多分シール剥がし忘れかな。ちょっと待って、これ。これ。あ、いけるか。あ、いけるかも。大丈夫っす。もう片っぽだけでいいよね。片っぽだけで、はい、よっしゃ、抜けた。もう刺す1個いらない。ん？刺す1個いらない。いるよ。ああ、肩持ちみたいに、肩持ちみたいにやめて。こっちだけでなんとかなるじゃん。昔やってたけど。
昔やったことあるけど。あ、そうなの。そうそうそう、ロングホイの時に合わへんくてね。お前ですか。うん、肩持ちですか。うん、全然でも持ったで。20センチロングホイの時すげえやばいですね。なんかエンジンこんなんないですよ。なるなるっすよ。なるなる、ね、だから峠とか行ったらあかん。やばい。手やばいで、手めっちゃ怖いわ。ねえ、そこは何本なんすか。ボルトこれ12ミリ。12ミリ。M8 の12ミリ。ごめんごめん、懐かい雑で、ちょっと今バーンってちょっと勢いがちょっとつきすぎて、ごめん。あ、ごめんごめん。絶対わざとや。めっちゃバンバン落とすやん。あれ。これハサミで切らなあかん。切ろうか。あ、ちょっと。ちょ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 、それジュン君に渡すねんから。ごめん。怖いわ。ま、切り離し成功。こら。よし、じゃあ。おお。切ったねえな。これってあれですか。ダストレス、あ、ダストレスなんですね。ボロボロな。ベアリングやばないですか。ゴリゴリしてんじゃん。もうすごい触って。これあ、ここベアリングのとこゴリゴリゴロゴロしてるから。ああ、やばい。っていうか死んでる。インナーレース動いてるっすよ、めっちゃ。ガタありすぎでしょこれ。まあまあ、もう5年ぐらい乗ってるからね。マジっすか。で、ちょっとこいつは。一旦これここのベアリング新品持ってるんですけどね。ああ、やっぱそこのどこのベアリングを変えなあかんの。こっち側のこのハブの受けっすね。このアクスルシャフトの軸受けの軸のベアリング、ここっすね。こいつをポコって、あ、抜くっていうか、そうね、裏から叩くかっすね、うん、こっちにちょっと柔らかいのを当てといて、うん、バーンって外してちょっと熱膨張させといて、あと上からスポンって落として入れるか。圧入ですね。それがもう僕のはどうなってんの。これもう、まあ言うなら覚えてます、これ。あ、これもうアウトっす。アウトなん、これこれアウトっす。知らんかったわ、アウト。いや、これやったら普通 の, あのゴムシールのベアリング、うんうん、で LLU とかうん、のシールベアリングの方が多分絶対ですね。へえ。もう露出してるからね。ああ、言うたらもうむき出しやもんな。そうそうそう、金具のシールはちょっとあかんです。おお。ここからやっぱゴミ入るんで。うんうんうん。やったらもう LLU とか、ね。まあこれでよう乗っとったなっていう感じ。これはやばいですね。やばい。よろって出すねだけど。じゃあちょっと一旦こいつに。なんでこれ元に戻しちゃったんですか。え？だって豊さんが戻せって言うから。おい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 、もうなんかこれ来た時と一緒になっとるから。ごめん、だってこれ NCY のスインガムって、はい、こ内側と、ちょ待て待て、どこどこどこ、内側とね、内側が、はい、この外側に指邪魔、あ、ごめん、そこにカラーがあるんだけど。カラーがあるんですか。カラーがあるんですよ、はい、で NCY のやつはその純正を流用して、はい、あのその内側と外側にカラーをはめた状態じゃないと、あのオイルシールが破損しちゃうから、はい、うん、だからオイルシールとベアリングが破損しちゃうんで、はい、でそれをがそのパーツがなかったんで、はい、言うたら外す前に確認すればよかったんです。あの純正パー、言うたら純正流用やから、純正のそのカラーが外と中である。そう、うん、でも僕のはこれ社外使ってるから、うん、初めその外した時に多分僕がもうポイしてるんやろうね。うん、そうね。で余計なことしたからね。で言うたらこれ、言うたら NCY は純正流用やからそうです、あのその言うたら外と内側のカラーがいると。だから外した時に分からんかったと。うん、そうなの。だから外してみないと分かんないから結局なくて、ああ、でつけようと思ったけど、このままカラーないままつけちゃうと、はい、
大惨事になっちゃうから、あほなら、うん、だから、うん、ウィーンシュタって、はい、元に戻ったと。元に戻しました。はい、なんでちょっと後編は次回お楽しみに。1時間半何しとったん？すいません。えそれ俺そうだね、これつける前に確認すればよかったよね。まあまあそういうこともあるってことだよね、うん、了解です、はい、ありがとうございます。なまあ後編やね次。そうだね、後編でつけなしゃあないですよね、うん、じゃあ最後に、はい、いいですか。はい、スクーターなめんなよ、こなめんなよ、こらこらこら、指おかしいやんけ指つったわ今ので。稲葉ました稲葉、おい映ってないかそこほんま。あごめん。なめんなよ。だから映ってないからもう。なめんなよ。そんなに指曲がってない。こうなってるから、ね。なってないわほんまに。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。めんどくさいわ。バイバイ。ありがとうございます。めちゃくちゃ。